皆さんこんにちは、おさきです。今日はおさきのニュー筆箱紹介、イエーイ。前も筆箱紹介したんですけど、またね、新しく筆箱をね変えたので、それをね紹介していきたいなって思います。それではどうぞ。はい、新しい筆箱がじゃじゃーん、これです。はい、こちらなんですけど、これはニコ&で買ったオールドスミスの筆箱です。そう、これめっちゃおしゃれじゃないですか。そう、私の前の筆箱はアンパンマンでちょっと可愛い感じだったんですけど、そう、これはね全然違うヴィンテージな雰囲気でめっちゃおしゃれです。で、これはベージュです。で、他にも白とか緑とかいっぱいありました。じゃあ早速中をね見ていきたいと思います。で、ここからねこうやって開けるんですよ。めっちゃおしゃれ。はい、中はこんな感じで白とか黒とかでね統一してみました。じゃあまず一個一個紹介していきたいと思います。まず一つ目はじゃーん、これ何だと思いますか。これね、スティックのりなんですよ。すごくないですか、ほら。で、しかもこれ四角になってるから、どうかな、四角になってるから、なんていうの、プリントの端っこまでよく塗れて、そう、めっちゃいいです、これ。しかも白なのでね、おしゃれで可愛いです。これは黒色のスティックのりです。次はじゃじゃーん、こちらはシャーペンです。めっちゃ可愛くないですか。そう、なんかこの筆箱の雰囲気に合うなと思って、これはベージュですね。このシャーペンはペンテルで買いました。多分ね200円ぐらいだった気がする。しかもここのね引き体の文字がねめっちゃ可愛いんですよ。次はじゃじゃーん、こちらの定規です。そう、これもね白でめっちゃシンプルでねおしゃれだったので買いました。どこで買ったかよくわかんないんですけど、まあ可愛かったので買ってみました。次これです。これ皆さん何だと思いますか。これは修正テープです。ほら、めっちゃコンパクトなんですよ。そう、だからね筆箱にも入るし、めっちゃ便利だし、白ですごいシンプルでおしゃれなのでね買ってみました。これも買った場所覚えてないんですけどね。はい、次これの消しゴムです。これ長いからいっぱい使えるし、黒いからシンプルでいいし、これ見てください、ちょっとわかるかな、これ切り取り線が入ってるんですけど、これあの消しゴムがあの小さくなってきちゃった時に、そう、私とかは消しゴムのカバーをハサミで切って合わせちゃうんですけど、これはこの切り取り線で切ると消しゴムの長さに合わせられるのでめっちゃいいんですよ、便利で。これは桜クレーパスの消しゴムです。次これです。これはシルバーでね、こういう雰囲気にも合うなと思ってね、これは無印で買いました。そう、めっちゃ可愛いです。そう、結構ね無印シンプルのとかもいっぱいあってめっちゃ可愛かったです。で、これねコールペンです。次じゃじゃーん、これは写真です。 0.3mm の写真です。で、今回こういうね感じのペンケースなので、存在感をねなくそうと思って、そう、コンパクトだしシンプルなのを選んだんですけど、こんな感じの写真があったので、ね、買いました。で、普通ならなんか四角い、なんか結構大きい写真なんですけど、これがねあったのでね、って言いました。はい、次これ、これもシャーペンです。芯が 0.9mm で、鉛筆感覚でね、そう、私ね文字が濃い方が好きなんですよ。だからね、あと折りにくそうですね、太いから。これね、実はここに文字が入ってたんですけど、シンプルにしたいと思ってこの文字をね消したんです。で、その消した方法が何かというと、このね除光液で消せるんです。そう、だからみんなも買った時に、あ、このロゴちょっと消したいなって時に、そう、除光液を使ってね消せます。試しにねこのボールペンで消してみたいと思います。これね文字が入ってるんですけど、これを消します。除光液、ほら、すぐ消えるんです。そしたらあっという間に消えちゃいます。そう、すごくないですか。会社とか学校とかの記念品でもらったボールペンとかでちょっと気に食わないなって思ったのは、こういうね除光液で消せます。これはちょっとした裏技でした。はい、こんな感じでね中身が空っぽになりました。なんでね今回筆箱をねこんなに一気にガラッと変えたのかというと、テストの点数がめっちゃ勉強したのに思ってるよりちょっと低くて悔しいなって思ったのでね変えようと思ったんですけど、アンパンマンとかもそんなんじゃなくて、もう
シンプルイズベストっていう感じで、もう形からもう気持ちから入ろうと思って、もうこんな感じのね、シンプルな勉強できる女みたいなね感じの筆箱にしてみました。そう、またねすぐね筆箱変えるかもしれないんですけど、まあ変えると思うんですけど、その都度ね紹介していけたらなって思います。そう、これもねほとんど筆箱は1200円ぐらいだったんですけど、文房具は500円以下っていうリーズナブルな値段でね買えるので、みんなもね参考にしてもらえると嬉しいです。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。